よし、すっかり体調も回復したし、せっかくだから訓練しないと。それに今からならアイズさんと一緒に訓練できるかも。24階層の相手も強かった。でも真相にはきっともっと強い敵がいるはず。足手まといになりたくない。強くなりたい。そのためには。ん？レフィーヤか。ガレスさん。24階層では大変じゃったの。少しは体を休めればいいもの。こんな朝早くに何をしとるんじゃ。もう十分回復したので特訓をしようかなって。それでガレスさんも朝の特訓か何かですか。いや、わしは昨晩からロキの酒飲みに付き合わされての。お疲れ様です。が、不思議なことにさっきから無性に体を動かしたくて仕方ないんじゃ。ということでレフィーヤ、特訓ならわしが付き合ってやろう。え、え？嫌とは言わせん。行くぞ。まだまだひよっこじゃの。じゃが、以前より成長しているように見える。修羅場をくぐってきた数が戦いの質に現れたのか。本当ですか。ああ、リベリアにも伝えておこう。ではな。ありがとうございました。おやすみなさい。褒められた。すごく嬉しい。ダメダメ、慢心は禁物。私はもっと上を目指さないといけないんだから。あれ？どこ行くんだろう。待ってください、アイズさん。こっちに来たと思うんだけど。すみません、大丈夫ですか。ありがとうございます。ごめんなさい。いえ、こちらこそ。そうだ、この辺りで元気アイズバレンシュタインを見ませんでしたか。え、もしかしてあなたはロキファミリアの。そうですけど。ごめんなさーい。あ、怪しい。あの子絶対何か知ってる。待ちなさーい。あのヒューマン、これだけ探してもいないなんて。あれはまさか。さっきのあの光景は一体、まさか、アイズさんに、恋人が。いやいや、アイズさんは恋にうつつを抜かすような人では。でも、わざわざ朝早くに、人目を忍んであんなところに行くなんて。
いてめえ、どこを見てほっつき歩いてんだ。お酒臭い朝帰りの人たちだ。すみません。すみませんで済んだらギルドはいらねえんだよ。金よこせや。金、慰謝料だな。申し訳ありませんが。ああ、財布くらいあんだろう。私は今ものすごく落ち込んでいるんです。ですから放っておいてください。え、やるってのか。こいつ強さが尋常じゃねえ。とっとと逃げるぞ。お医者さん。まだ気分が晴れない。あの白髪のヒューマン、アイズさんにあんなにベタベタして、もう何なんですか。わけがわかんないです。こんな時は。ダメ、暴れてむしゃくしゃは収まりましたけど、結局最後に残るのはあの信じられない光景。絶望です。ちょっとあれ、何があったのよ。わかんないよ。どうしたの、レフィーヤ。アイズさん、今日の朝見返していたあのヒューマンは何なんですか。レフィーヤ、どうして知ってるの。つまり遠征が始まるまであのヒューマンに戦い方を教えることになった、そういうことですか。寄り添っていたのは、あの子が歩けなくなっちゃって肩は貸してたけど。なんだ、よそのファミリアのくせにアイズさんに教えをこうなんて身の程知らずな。というかアイズさんと二人きりで訓練なんてとても羨ましい。ほんとい、なんて涼しい。お願い、レフィーヤ、みんなには黙ってて。条件があります。聞いてくれないと、言っちゃいます。私にも、あのヒューマンと同じように特訓をつけてください。二人きりで。いた、ついに行ってしまいました。それじゃあ明日ね。はい、お願いします。それじゃあモンスターを倒してみようか。え、いきなりですか。うん、レフィーヤがどのくらいモンスターと戦えるのか見ておきたいし。わかりました、します。アイズさん、戦いを見てくださってありがとうございます。うん、魔法の詠唱は問題なかったと思う。それでどうすればいいんだろう。え、レフィー
くなりたい。でもレフィーヤは光栄特化の魔導士だし、してるよ。レフィーヤはリベリアにもう平行栄章を教わってる？はい、一応基礎は教わったんですけど、芳しくなくて。もしかしたらリベリアの言うことと混ざって悪い結果になるかもしれないけど、これができればレフィーヤは自分一人でも戦えるようになれるかもしれない。リベリアは多分レフィーヤに自信をつけさせてから平行栄章を教えようとしているんだと思う。それはきっと間違ってない。私は余計なことをしちゃうかもしれない。どうする？平行栄章の訓練をさせてください。私に稽古をつけてください。わかった。それじゃあ、とりあえず周りのモンスター倒してからにしようか。はい。さすがにもういないですよね。うん、あれだけ倒したし、新しくモンスターが生まれないよう壁も壊したし。それではよろしくお願いします。まだまだ未熟なせいか、できるのはせいぜい唱えながら小走りする程度だけど、もし物にできていれば、あの時も何か変えられたかもしれない。もういつかなんて思わない。私は平行栄章しますので、ビシバシ打ってきてください。ビシバシ。わかった。手加減しないよ。アイズさんの強さは見て知ってるつもりだけど、緊張する。頑張れ私。ごめんレフィーヤ、あの子との訓練のつもりで切りかかっちゃった。ちょっと休憩する？はい。アイズさん、ちなみにあのヒューマンの方はどうですか？あの子？すごく真剣で、すごく頑張ってて、すごくまっすぐで。
すごく成長するのが早い。伸びしろがあるんだと思う。あの子、そうですか。あれ、この程度で音を上げちゃうんですか。じゃ、僕はお先に。ルンルルンルンルン。ルフィーよ。アイズさん、続きお願いします。今日はありがとうございました、アイズさん。あ、そうだ、ごめんレフィーヤ、明日お休みにしてくれる？あ、よそ者のくせに、他のファミリアのくせに、アイズさんを独占して一日中特訓、厚かましい、信じられない、私だってそうしたい。今の私は負ける気がしません。今頃アイズさんとあのヒューマンは、仕方ないから私はダンジョンで一人で特訓、一人で。ウィリディス？フィルビス。改めて礼を言わせてほしい。24階層ではこの子が世話になった。レフィーア・ウィリディス。いえ、私の方こそフィルビスさんには何度も助けていただいて。さあ、遠慮なく。ありがとうございます。おいしい。どこかの主とは違って、人当たりのいい気品のある神。でも自分の真意を悟らせない、それでいてこちらの心を見透かそうとするような。実はあれからフィルビスは君にご執心でね、嬉しそうにずっと君の話ばかりしているんだ。それはあくまで報告で。照れることはないだろう。ところで、今日はこれからどこか行くのかい？それが大事な予定があったんですけど、なくなっちゃって。ダンジョンで一人で特訓でもしようかと。おお、それは見上げた心がけだ。フィルビス、お前も一緒に行ってきたらどうだ？あ？しかし、ディオニュソス様。私のことはいい。彼女の力になってあげなさい。レフィーア・ウィリディス、これからもフィルビスとよくしてやってくれ。この子が笑顔になってくれれば、私も嬉しい。迷惑でないのなら付き合おう。はい、よろしくお願いします。それでですね、そのヒューマンったら、よそ者のくせにアイズさんを独占して、ふてぶてしいやら羨ましいやらで。私のファミリアでもあったな。面倒見のいい年長の団員をめぐって、仲間の喧嘩が、頻繁に。
んて、ああ見えて少し天然なところがあるんですよ。きっとあのヒューマン、アイズさんのそんな可愛い部分につけ込んで無理やり約束させたんですよ、私みたいに。あ、今のは違くて。ありがとう、ウィリディス。しかし、そういうことなら私が相手ではな。え？こと剣術に関して、私は剣気と比べるべくもない。そんなことないです！この前の平行映像もすごかったですし。そもそも平行映像を訓練しようと思ったのだって、私もフィルビスさんみたいになれたらいいなって思って、それで。買いかぶりすぎだ。それに魔法剣士の私と純粋な魔導士であるお前ではその性質も役割も大きく違う。力になってやりたいのは山々だが、そうだな、お前の特性から考えて。ウィリディス、攻撃は捨てろ。え、でもそれじゃあ平行映像の意味が。付け焼き刃の攻撃は失敗を招くだけだ。ならば最初から回避に専念し映像に集中した方がいい。魔法の発動まで自分で自分の身を守る、それも立派な平行映像だ。わかりました。よし、では実戦だ、行くぞ。はい。防御を捨てろと言ったが、最低限の自衛は身につけろ。攻撃は弾くだけでいい。狙撃せよ、妖精の射手。うがて、必中の矢。アルクスレイ。だ、今平行映像が成功した。ああ、今の映像は申し分なかった。その感覚を忘れるな。ここからは訓練の内容を一段引き上げるぞ。ここで待っていろ。あ、フィルビスさん、どこ行くんですか？フィルビスさん、どこ行っちゃったんだろう。待たせたな。フィルビスさんって、たくさんモンスターを連れてきた。ウィリディス、モンスターに手を出すのは禁止だ。平行映像で編み上げた魔法だけで群れを駆逐しろ。こんなにたくさん。わかりました、やってみます。気を抜くな、ウィリディス、まだ来るぞ。最初から全開である必要はない。序盤の栄翔は魔力は込めず、後半になるにつれ一気に練り上げてみろ。わかりました。負けない。あの子、すごく真剣で、すごく頑張ってて、すごくまっすぐで、すごく成長するのが早い。伸びしろがあるんだと思う。いつまでもアイズさんに追いつけない自分がいる。負けたくない。あのヒューマンにも自分にも絶対に負けない。
ものになってきている。ありがとうございます。フィルビスさんのおかげで私…いや、すでに土台はできていた。お前の努力の賜物だ、ウィリディス。あの…なんだ。いえ、その…これからは、名前で…レフィーヤって、呼んでくれませんか。無理だ。お願いします。不可能だと言っている。そこをなんとか。しつこいぞ。しつこいです。レフィーヤ。はい。それでは最後の仕上げだ。行くぞ、レフィーヤ。はい、よろしくお願いします。聞きたいことがあるのだが。何ですか？やはり、お前も遠征に参加するのか？はい、私もアイズさんたちと一緒に未到達階層を目指します。お前は同胞であるエルフの魔法を召喚し使うことができるんだったな。はい。魔法の効果と詠唱文を完全に把握できればですけど。盾となれ、覇者の杯、ディオグレイル。障壁魔法だ。物理、魔法、あらゆる攻撃から術者と仲間を守る。レフィーヤ、この魔法をお前に託す。フィルビスさん。生きて、帰ってきてほしい。